世界を救う SDGs の話その6安全な水とトイレを世界中に日本では蛇口を回せば清潔で安心して飲める水がいくらでも出てきますトイレはどこに行っても水薦で最近では街の公衆トイレでも ウォシュレットがいいていたりします日本は世界でもまれに見る水の先進国と言えるでしょう一方世界中を見回してみるととても多くの人たちが水やトイレで困っています地球に暮らす人の 30%3 人に1人が 安全な飲み水を口にすることができていません。家にトイレがない人も、9億人近くいると言われています。水やトイレは健康な生活を送る上で、欠かせないのにもかかわらずです。安全な水やトイレをすべての人が利用できる世界、その。 実現が急が急れていますおしまい次は SDGs の7エネルギーをみんなにそしてクリーンにというお話